にちは。今日は正論と問題解決の思考は違う、こちらお話ししていきます。記事を読んでいきます。あなたの周りに正論をよく言う人はいますか？またはあなたが他人を判断する基準に正論を使っていませんか？正論が悪いのではなく、宇宙レベルが上がると今まで正しかったことが変わります。変化に気づいた人、なんか正しいことが正しくないみたいに感じることはないですか？ここが今回のお話です。孫の時代はひたすら苦しみがやってくる時代で、楽した人は多くの人を苦しめた人でした。しかしこれが善だったとのことで仕方ないのですが、辛かったですね。さて、王の時代は楽に楽しく学ぶ時代ですから、苦労を強いるのは悪となります。この善悪はルールにとって善悪なので、悪人とか善人という意味ではありません。この学びが変わったために、正論では解決できない問題が起きてきます。特に宇宙レベルが変わると、今までにない楽しさが生まれてきます。しかし、まだ苦労時代の残骸があちこちにあり、これらを排除したり、コントロールしたりしていくことも必要で、この過程では、正論では片付かない問題が浮上します。これは能力を高めるための問いかけのようで、適材適所を選別するためのものでもあります。職場なら正論ばかり言っても何も解決策を出せない上司は終わっていくというように解釈してください。正論をかざす人は未来に席はありません。思考が止まり、発展しないからこそ基準となる正論にしがみつくのですから。ここで発展する人は、新しい案が降りてきて、誰もが納得のできる問題解決の方法にたどり着くのです。つまり、正論しか思いつかない場合、この人は、その思考でその場所にいます。問題解決にたどり着く人は王の場所で未来に席があり、発展する環境となります。まとめ、真面目に正論をかざす人は時代の流れに乗っていない。しかし環境を変えれば祖から王の思考に変わるので、正論しか言えない人は環境を変えていこう。はい、こちら今日はお話ししていきます。今回正論というね、ことをテーマにしたのは、今までその時代というのは、これが正しいというのを主張するだけで、物やことが済んでいた。で、正論ってやっぱり正しいよね、ということでみんなが従うというね、環境だったんです。しかし、その時代終わっても10年、立ちますね。その時代抜けてきてからだと14年5年、14、5年経つんですね。ここのところで正論を主張すると浮いてしまうという人が出てきてるなっていうことに気づきました。正論って何が問題なの？前は正しかったのになぜ王の時代では正論がおかしなことになるの？ということを考えていたのですが、まあちょっと降りてきたので今回お話ししています。王の時代っていうのはみんなで問題を解決する。正しいことを主張するのではなく、仲間同士で問題を解決する。関わる人たちで問題を解決するという社会です。まだここに至っていませんが、芽が出てきています。
これが正しいと言って主張する国とかね、団体とか企業とか、逆に断罪されていくというか、違うだろうお前たちとみんなが言うようになっていく、まあ、これをいろんな場で目の当たりにしてるんじゃないかと思います。いかがですか。これは正しいことが正しいのではない時代になったと考えてください。正しいことって正しい時代じゃないの、間違った時代なのってちょっと疑問に思いましたよね。正しさっていうのはある意味苦しめるために存在していた側面があったんですね。例えば一夫一婦制、今結婚しない人がどんどん増えていくんですが、一夫一婦制をずっと続けるならば多分結婚制度自体が半ば崩壊していくと思います。要は結婚しないで家族になる人たちが増えてくるということですね。一人の人を二人の人が好きになることもあるし、こっちにいるときはこの人、こっちにいるときはこの人というように、人と付き合う人が減ってきてて、逆に付き合う人は一人の人とではなく何人かの人と付き合うという形も増えてくるんですね。まあ、まだまだ今はこれが導入はされていません。ただ国によってはもうすでに結婚制度が崩壊しているという国もあるので、徐々に日本も形が変わってくると思います。何か警告が来てますね。正論語っちゃってるからですかね。正しきことが正しくないということをね、話したいんですけど、合ってますかね。はい。これで正しさは何かというところの基準が変わってくるんだよというのが今回のお話です。じゃあ正しさって何っていうと、これはみんなが楽に楽しく暮らせる生き方が正しくなっていきます。 A さんから見たら B さんの生き方は間違っていると思うかもしれない。でも B さんから見たらA さんのようには生きられない、自分の能力では A さんのような生き方は不可能だと思った時、 B さん独自の B さんにしかできない生き方になっていくんですね。この時 A さんは B さん間違ってる、あんたのやってることは間違ってるって言いがちなんですね。例えば不登校の問題ありますよね。不登校のご家庭の親御さんが学校に子供を行かせないのは間違ってると感じる人は実は多いです。でも不登校のお子さんを抱えている親御さんがどんなに周りからあなたは間違ってると言われたとしても、問題の解決には至りません。子供自身の状況によります。何か発達にトラブルを抱えている場合もあれば、もう心が完全に学校社会に押しつぶされてしまってとても対応できない状態まで子どもさんが落ち込んでしまっているケースもあります。または才能があって学校どころではないというケースもあるかもしれません。多種多様な状況が発生し始めているんですね。この場合、単純に学校に行かないのは間違っているというのは何の問題も解決しませんよね。正論だけを主張するとみんなを苦しめてしまいます。ここを理解してほしいと思います。会社でもそうですよね。確かに残業をしない方向に進んでいますが、残業せずに会社が成り立たない場所もあるわけですよ。ある記事を読んだ時に、料理の世界で修行しているシェフが残業で何時間もその味の研究をしているのを、これを残業してはいけないと言ってしまった人がいるらしく、
私はもっと料理を極めたいんだ、学びたいんだ、だから残業も厭わないんだという記事を見ました。これ本人はやりたいのに周りが残業してはいけないと止めるというのも、これまた正論と問題解決、自身がその本人さんの才能との兼ね合いで整合性がつかなくなってますよね。で、今問題にしてるのは、正論を言ってしまう人は考え直しましょうという問いかけであって、問題解決できない皆さんに問題があるということは何一つ言っていません。すべての人にこれからもっともっと問題解決の機会が来ます。どうしてこういう問題が湧いてきたの、突然。何が起きてるのということ、まあ、次回ちょっとお話ししますが、出てきます。今回はあくまで問題があったとしても正論を主張してしまう方、または周りに、あなたの周りにそういう人はいませんか、いたらその人は終わっていきますよ、あの世に帰るって意味じゃないですよ。一緒に働かなくなるとか、一緒に住まなくなる、夫婦でね、片方が旦那さんなり奥さんなりどっちか分かりませんが、正論しか主張しないっていうご家庭ありますよね。この場合も離婚になっていくとか、関係が終わっていく、未来に正論しか主張しない人の席はなくなっていきますよというのが今回のお話です。正論しか主張できないというのはもうそこで思考も止まっています。本人自身も発展しないので学びがありません。学ばないのは今からの時代意味がないのです。だから場所を変えて、環境を変えて、あなた自身が学んでいけるようなものへと今見えない力が動いています。今日は正論と問題解決の思考は違うというお話で、正論を言ってしまう人は未来に席はなくなりますよ、環境が変わりますよという予告も含めてお話ししました。今日はここまで。またねー。